はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は、布団の中で丸まってたらですね、もう寒くて寒くて出たくないなと思ってゴロ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 してたら背中と太ももをつりました。はい、結構こむら返りっていうのは水分不足みたいなので、確かに昨日の夜はお水飲まなかったなと思って反省してます。皆さん水分不足に、気をつけてください。冬になるとどうしてもね、お水を取らなかったりとかってあるんですけれども、まあ寝る前にコップ一杯の水を飲むっていうのが健康にはいいと言われてますので、ぜひ試してみていただけたらと思います。ということで、本日ハーバード心理学6日目に入ってまいりましたね。もう間もなく1週間経つというところで早いですね。はい、結構ねこれ作るの大変だったりするんですけど、なんかやってるうちに楽しくなってくるんですけど、時が経つのも早くなるななんていうふうに思ったりしますね。はい、ということで本日6日目のテーマはこれですね。はい、こちら、思いやりの心を持つということになります。10年近く前の CM、まあ、東北大震災が起こった直後くらいにですね、こんな CM が流れてました。思いは見えないけれど思いやりは見えるっていうね、あの CM がやってたと思います。まあ、つまりどういうことかっていうと、まあ、瞑想しようっていうことです。はって思うんですよね。で、瞑想全然関係ないじゃんって思うんですけど、まあ、要は荷物を持ってあげたいなと。例えば実際の CM で流れてたのは、思いは見えないけれどの部分で、電車に乗っておばあちゃんが荷物かなんかを持ってるんですね。で、その荷物を持ってるのをとある男の子が見てて、あのおばあちゃんを助けた方がいいかなと思って、ただ見てるだけだったんですけど、他の人がその荷物を、あ、何々さん持ってあげますよっていう感じで持ってあげた。これが思いやりなんですね。だから持ってあげた方がいいなっていう思いのままでとどまってしまうのか、それとも持ちますよっていうふうに声をかけて実際にお手伝いをしてあげる思いやりにするのか。で、今回はその思いっていうものを皆さんの中でイメージをはっきりと持って実際の行動に移していく、そのためにまずスタートとして瞑想しましょうというのが今日のお話になります。はい、で、有名な哲学者の中にイマニュエル・カントっていう人がいるんですね。1700年代から1800年代に活躍された方なんですが、こんなことを言ってます。道徳的価値ある行為は義務感から行われるもの、そして自らの利益のために行う何か行うことは道徳的な行為とはなり得ないって言ってるんですね。はい、まあ、心理学の話をメインにしてるんですけど、今回哲学的な視点で見ていくと、要はですね、自分の利益の行動は他人の利益を侵害することがあると。で、他人を傷つけたりとか、それから望んでいることを無視することになっちゃうんですよねっていうことなんですね。はい、だからよくあるのが、私利私欲にまみれた人間を最終的に破滅するとかってことが、まあ、漫画の世界とか小説の世界とか現実世界でよく言われたりしますけど、結局はそういうことだと。で、実は点点点ということで、他人の役に立てば立つほど心理学的観点から自分の幸福度も高まるっていうことが分かっているんですね。だから哲学ではその自分の利益を追いかければ他人を傷つけてしまうことになりますよっていうことが言えて、心理学の見方からすると反対、逆説的に他人の役に立てば自分の幸福度も高まるっていうことが分かっていると、まあ、結局は同じことが言えるということを話しているんですね。はい、で、過去の動画でも小さな親切が最強の方法だっていうことを紹介してるんですよ。これ何の最強の方法かっていうと、自分の幸福度を高めるために小さな親切は最強の方法なんですっていうことを過去に紹介した動画っていうのがあります。で、人っていうのは誰かのために何かをすることで人は幸せになると。で、結果的に自分が幸せだとさらに人のために何かをしてあげる人になれるっていうことなんですね。だから善循環が生まれるんですよ。親切な人っていうのは人に何かをすることによって自分も幸せになることができるから、さらに誰かに幸せにしてあげようと思って行動力が生まれていくってことなんですよね。うん、とは言いながらも、やっぱりイメージだけでその人に親切にしてあげたいなとかっていうのはなかなか緊張することもありますよね。もしかしたらおじいさんおばあさんに席を譲りますよって言ったら、わしを年寄り扱いするんじゃねえって断られてしまったら、ね、せっかくの親切がなんか無駄になってしまうというか、次の親切これもう一回して大丈夫なのかなってやっぱ不安につながったりしますよね。実際に僕も断られたことあります。でもやっぱり人に親切してあげることが、まあ、結果的に自分の幸福にもつながるっていうことを考えたら、別に自分の利益を考えているっていうわけではないんですけど、まあ、人に親切にしてあげることって大事だなと思って今も続けたりしてるんですね。ということで、じゃあ本日のワークっていうことに入っていこうと思うんですけど、身近に気軽に抵抗なく役に立ちたいという人を思い浮かべましょうと。
結局そのおじいさんおばあさんに席を譲るとか誰かのために扉を開けといてあげるとかっていうその他人に対していきなりやるってなると結構ハードルが高かったりとか難しいなとか反応が自分の思った反応で返ってこなかったら怖いなって思う人たくさんいると思います。なので自分の身近にいる例えば家族とか彼氏彼女お父さんお母さんとかそれから旦那さん奥さんとかあるいはお子さんとかですねその人の役に立っているイメージっていうのをしてみましょうと。でイメージをしながら瞑想をします。でこれに関しては、1日5分とか10分とかそんなレベルで OK です。例えば何か作って日曜大工してるんだったらそのものづくりの手伝いをしてあげるとか悩んでるんだったらその悩みっていうのを聞いてあげるとかそれから食事を作って振る舞ってあげるとかそれから何か、こういうこと始めたいんだよねっていうことを言ったとしたらそれに対しての知恵を貸してあげるとかっていうような形でその自分がどんな役に立っているのかなっていうのを瞑想しながらイメージをしてみてください。はい、これはあくまでもヒントなのでどんなことでも OK ですよ。うん、全然何かこれに縛られるとかって必要はないです。で役に立つことによってさらにその先の瞑想でイメージをしていただきたいんですけどその人からどんな風に感謝されますか。それからそのことによってどんな感情を味わってますかね。幸せ感じてますか。ワクワクしてますか。ドキドキしてます。で最終的にもっとその人の役に立ちたいって思えてるかどうかこれが大事になってきます。でそのイメージを瞑想することによって持つことができたら1日終わりに5分ごめんなさいね、瞑想の話でしたね。まだ1日に終わりに5分だけ、静かな部屋でできれば暗い部屋で一人になって瞑想して味わってみてください。であなたは誰かを幸せにするために生まれてきたんですよ。であなた、人自身も誰かもあなたを幸せにするために生まれてきたんですね。そして何よりあなたがあなたを幸せにするために生まれてきたんですよ。でちょっとこんな話をここねあなたは誰かを幸せにしますとか人はあなたを幸せにしてくれますとかあなたはあなたを幸せにしますよっていう話をするとちょっと宗教っぽく感じるかもしれませんがこれはれっきとした幸福度という観点でそうすることによってお互いが幸せになれますよっていうことを心理学が証明している話なんですね。だから思いやりっていうものを、養うって書いてますけど実際に行動に移していくためにはまずはイメージを持つ瞑想っていうのものをやってみましょうと。で瞑想でイメージできたものっていうものを現実世界で再現してみましょうというのが今日のワークになります。ですので今日から1日の終わり、寝る前で結構です。寝る前に自分のお布団の上とかベッドの上とかで全然問題ないので、座禅組んで5分間だけ静かにゆっくりと呼吸をしながら明日はお父さんに肩叩きをしようとかそれからお母さんの荷物を持ってあげようっていうようなそんなイメージを持った瞑想っていうのをぜひやってみてください。それが今日のワークになります。ということで、本日最後にですねこの動画が役に立ったなとか面白かったなっていう方はですねぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけると嬉しいです。ということで次回の動画でもお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。お疲れ様です。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。